宮原聡子選手です。グランプリシリーズで初めて表彰台に上がることがありました。今の気持ちどうですか？すごく嬉しいです。どうでしょう、目標にしてたんじゃないですか？そうです、ショート終わってから4位だったので、フリーでノーミスしないと表彰台はノーミスしても無理かもしれないと思ってたんですけど、第3位になれてすごい嬉しいです。その状況で本当にこうノーミスでやるっていうのはすごく強い心がいると思うんですけど、どうですか？少し緊張もしたんですけど、思い切っていくっていうのを頭に入れながら演技して最後までできたので良かったです。次のオリンピックまでの4年間のスタートとして考えるとどうでしょうか？ここまでは順調にというか、なんとかまだ課題はたくさんあるんですけど、一つ一つの試合をきっちりできていると思うので、もっとレベルアップできるように頑張りたいです。目標に掲げていたファイナル進出も少し現実味が出てきたんじゃないですか？そうですね、まだ1戦目っていうのがあって、ここで気を抜かないように頑張りたいです。ありがとうございました。